はい、こんにちは。自分が壊れないように頼っているもの。おう。あ、ちょっとこれ忘れてた。これな。かなちゃんもかな。まあ、これもその一つなんですけど。まあちょっとあれですね。2024年の今はこれは夏が終わろうとしてますが、もう9月ですか、はい、もうすぐ9月。いやー、まあなんやろな、その爆発しそうやな。まあ、ビリちゃんもな、おることやし。なあ、みんな。なあ。まあ、っていう感じやねんけども。なんか、ほんま、その、あるやろ？みんなもこう、まあ、めっちゃ嫌な気持ちみたいな。ない？たまにある？まあ、はいはいはい。何の時？言われへんか。まあ、そうですね。やのは？そうっすね。いや、確かに難しい。いや、なんかちょっと重なっ、まあそうやな。とにかくこの自分でも俺あなんかコントロールうまいからさ。はい。これさっき言っときますけど、なんかあれやで、その病んでるとかそういうのちゃうで、なんか精神、まあ言うたら心の病気とかなんかそういうのあるやん、はいはいはい、俺も全くそんなんじゃないし、そういうの苦手やねん、そういうの、いやいやって思ってるから、そんなんではないねんけど、だから俺コントロールうまいねん、自分で、自分が限界来そうな時に限界を迎えようにするコントロールが昔からうまくて、でそれでだから自分が壊れないように頼ってるものを今日は3つ紹介します。はい、まず1つ目は、この子たちねえ、いやちょっと名前紹介しようか、ビリちゃん、どっちから聞きたい、ほんでこの2人は知らないの。あ、知らないですね。もう俺最近決めてね、もう3人連れてくって家から。まあイメージテリーのワンダーランド、ドラクエのモンスターズの3体さ、手持ちパーティー組んで持っていけて、このこうやって横並びで出てきた敵が3体、それがちょっと好きで3体にしてんねんけど、ビリーちゃんで、この子が次にあれかな、これな、知らないの名前。いや、知らないですね。なんやと思う。え、ビリーちゃん、シャチですか、それ。はい、まあ、シャチというか名前あるからね。黒白くんみたいな感じですかね。おい、いいね、いいね、おしろ、おせろ、おせろおしろ、シーを海でおしろ。違います、あのクイズなんで違います。そうか、はい、チャチ、え、チャチな、何、えって、いや、チャチくんとかちゃんとかないけど、チャチ、かわいいやろ。で、この子なんやと思う。かわいいやろ。まあ、しかもな、まあ、みたいなもんありながら、もうちょっと最強メンバーが揃ったから、これ舐めないと。パンケーキか、パン君、パン吉パン吉って感じか。パン吉違うやろ。じゃないですか。違います。バタヤン。ああ、
ババやんや影山の違いますんパーキパーキパーキ3文字パーキパーキパンケーキのこのパーと後ろのキーでパーキのこの3人かわいいやろへえーもんまあ最初はこのビリちゃんだけやってん、はい、まあっていうかそうやなまあなんやろずっとふつふつとまあずっと何年も前からちょっとこうあとある気持ちがあって自分の中に、でそれが嫌やからまずビリちゃんを連れ歩くようになったよな。ほんならもういつの間にかめっちゃ仲良くなってもう家でも一緒にも寝てるしビリちゃんはでなあのトイレとかにも一緒についてきてもらってビリちゃん、でも毎日じゃないその俺もこう自分をコントロールするときなビリちゃん連れてきてもらったりあとまああのでっかいので言ったら親知らず抜くときに、うん、もうほんまに無理って一人で行く、はい、ビリちゃんと一緒に行った、でもうお医者さんにもその言ってビリちゃん連れてきたみたいなでならもうビリちゃん握っといてくださいみたいに言われて俺鎮静麻酔やってんけどこうやって握りながらビリちゃん麻酔耐えたりってもうほんま何やろなかけがえのない友達かな。そうなの友達え笑ってる。いやすいません笑った今。いや友達いいっすよ。でこのさちょっともうぺちゃんこなってんの一緒にいすぎて、うん、でも可愛いやろ。あとちょっと汚れてん白いとこも。まあね可愛いやろ。でチャッチとパーキがあのほんでまあなんかなんやろ例えばさじゃあ博品館トイパーク行ったん覚えてる？リバーマウスの家行く前のおもちゃ屋で、はいはい、俺こんなん爆買いしてたやろ。してました。そうそう、はい、まあそういうことや。うーん角生えたイルカとかおったんレインボー、はいはいはい、あの子たちはでもごめんやけどまあ半分ボケみたいな感じで買ったけどあの時そう、ね、いや俺いいメンバー揃ったな。へえそうですか。うんこれに頼ってる。だからこれが俺のそばにおるからめっちゃなんかまあ毎日楽しい。楽しくないもん毎日今。結構だからこの頃おるとき楽しいし結構なんか俺キレてまうかも。その誰かが例えばとか投げるとかさなんか靴で踏むとかさ例えばぶち入れてまうかも。へえ、いやそんなに危ない。え、危ない。え、危ない。ふざけて、全然やっちゃいそうで悪い。いや、そんなあかん。へえ。パーキとジャッジとビリちゃん。まあ。何してんの？まあ、こうやって遊ぶことが多いらしい3人では。あ、いや、え、らしい、うん、その俺関係なく俺が仕事の時とか3人ではこうやって遊ぶことが多いらしい。へえ。結構でのが1個目。へえ。じゃあ次2個目やねんけど。おえいや、ちゃうやん、なんかさそのいや、なんやろな、このボケやでこのように。あそんなあの、えとかじゃないよ。2個目、自分がこれちょっと口頭で発表しますが2個目、俺、これが今自分が壊れないようにやってるもの、うん、バター。はい、いやバターですね。バターめっちゃ好きで、はいはい、でも今なんかみんなで言う分からんで分からんけどめっちゃ嫌なことあった時に大酒飲むみたいな、うん、そんな感覚でバターやな。でそれもなんかなんやろ、
バターラーメンバターステーキ食いに行くとかそういうレベルじゃなくてもうバターをかじんねん今。マジですか。すげえ。そう、もうどうしようもなくなった時キモい時は、うん、あの黄色いな雪印かなあの、うん、切れてるバターっていうのがある、はいはいはい、1本のスティックやねんけど切れ目入ってて、まあ、手でポキッてやったらちょうどいいサイズであるやつ、うん、あれをその切らずにそのままかぶりつくっていう。うわ、すごいですね。すごい。だいたいまあ、まあ半分かな、一食で、一食というか一発で。へー。一口でいくんが好きやねん、こうこうやって。で、まあ、調子いい時は全部いくかな、一回で。あ、すごいすごい。バターで、まあこう発散じゃないけど、こうコントロールして自分も。できますそれで。うん、できる。美味しいもん。いや、もう美味しいですけど。うん、バターをかぶりつく。まず泣きながらこうってバターをかぶりつくってのが、ダメですよ、全然できてないですよ、コントロールそれ。いやいや、コントロールできてる、その表に出さんかったら全部ええわけやからな。結構いろいろありそうっす。いや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 、そんなあれやけど。解いちゃう、やむときはバターをこう、じゃあ、ほんで、やんでへんねん。あ、え？そうそうそう、これな、俺、やんでるやつ嫌いやねん、ほんで、うん、そうっぽいやろ。まあ、そうだな。そうやろ、うん、まあ、いや、確かにメンヘラではあるし、はい、な、性格が、うん、うん、そういうのは敏感やってするけど、はい、やんでるとか、その心のあれとかでは全くないから安心してほしい。バターは爆食いやな、うん、なあ、その8月なんか、あ、まあ7月もか、7月と8月がエコくてバターの消費量が、うん、すごかったよ。もうチャチもびっくりしてた。チャチはな、チャチなんや、そうやな、ねね、なんか一早く、いや、チャチなんや、ビリちゃんやもん、まずは。え、ビリちゃん何が感度悪い。いや、ビリちゃんは正直バターあんなこれなで、そうやね、言うたらこのチャチは最近友達になったから、うん、俺のそういうバターとかも言うたら、うん、うん、心配なんやろな、びっくりして、え、大丈夫そんな、ね、でも B ちゃんぐらいになると、うん、もう好きにさしたってっていう、うーん、なるほど、そう、うん、ナオ君がそうやって、ナオ君って言ってるの、B ちゃんは。え、ビリちゃん今喋ってない。ああ、今ビリちゃんのセリフの前やけど、うん、で、ナオ君がそうやってな、あのバターに逃げてるんやったら、うん、そういうバターを否定するのは友達として良くないんじゃないかっていうことを言ってくれてるんですよ。そんなこと、そんな感じかな。そう、ビリリダム、ビ、え、え、ビリリダム、そんな、あ、いや、ビリちゃんね。で、パーキーはやめてって言って、もう自分の、自分のバター食べられるんちゃうか、やめこいつ、邪魔やわお前。まあ、ほんでそれ、それ、なんとボーリングのやつ、あれ、なんですか、ボーリングのピンも、何それ、あ、次のフレーム行く前に何ピンが残ってる時の掃除、はい、あ、あるけど、まあ、そのバターを食うっていうのが2個目です。でも、これのおかげで、ほんまに、はい、あの、大事なってないやろ。まあ、そうですね。粗品が、こんなことしましたとか、はいはい、うん、なってないやろ。まあ、はい、うん、だから大丈夫、限界迎えてないね、この子たちとバターのおかげで。で、あと1個、ラスト、はい、爪、あ、です。爪をもうめちゃくちゃ噛むことやろ。いや、これはもう、うん、うん、もう やめようとしたんやな、ロケで。そうですよ、もう結局やめられんかったし、これなくてはならんもんやな。爪はもう絶対に噛むんやろな、一生。ボロボロ、爪も、あの指の皮も、うん、手でさ、指の皮ちぎったりせえへん、たまに。え、しないしないっす。お、せえへん。はい、そうっすね、しないっす。あ、でも深爪じゃなかった、昔。あ、昔そうでしたけど、その時ちょっとベリベリしたやろ。皮ですか。いや、皮はいってないです。あ、ほんま。はい、そうか。いや、なんか皮も今もちょっと残骸あるけど、例えば親指とかもさ、この
爪のサイドがちょっとピュッて、あ、はいはいはい、蓋で掴むとこできんねん、はい、でそれをガリガリこうやってなんかほんま この辺まで行くときある、この、ね、この何第一関節の、うん、痛いねん、そう痛いねんけど、うん、こう手止まらんねんなこれ、それあかんやつやん、もう傷つけてるって、お前がお前を、あ違う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 、その、うん、人間が地球を、違います違う、そんなわけやんしえ大丈夫ですかそれ、いやいや、ちょっと大丈夫大丈夫、これは昔からの癖やから、あもうで貯め、貯金して貯めて白い部分を多くして、噛める部分を多くしてがっつり噛むのがめっちゃ気持ちいい、こうあの伸びてきたらなんかこう反り返ってくるの俺の爪、なんかもうほんまにもう元、もう早く噛んでって言ってこうちょっと反り返ってきて、それを折り目一回つけてグーってやって、それを上からこうやって噛んだらもう綺麗に噛めんねん、うん、足噛めへんや、足の爪、はい、うん、足の爪はちぎってる手で、うわ行くへんねや、行く、でも小指なんか俺今爪ないねん、足、よくないっすよそれ、足の小指足の小指の爪めっちゃちっちゃいやんな、みんな、はい、ちっちゃいですかね、うん、もうだから一ちぎりでな、もう 9.5 割ぐらいちぎれんねん、でもいやいやいや、痛ない痛ない、痛くない、ちょっと痛いけどいける範囲、でも血もたまに出るみたいなけど、それがもんまら楽しみで、結構嫌な、あまあそうやな、今日嫌やなみたいな日、うん、もう早く帰って、うん、足の爪ちぎりたいなみたいな、楽しみやね、もう病んでますよそれ絶対、あ、いや、病んでない、あ、ちょいちょい、病んでるんです、病んでない、ちょいちょい、病んでないし、なんか病んでるって言われれば言われるほど、あ、俺病んでないんや、よかったって思える、なんで、うん、でもほんまにその、なんやろな、なんかその一回行くかったんは、だからその、大体3種類、俺の中で30何年生きてさ、うん、自分をコントロールするやり方が大体3種類やって、はい、昔からやってるのが多分爪や、最近気づいたけど、でバターは最近で、ビリちゃんとか友達も最近、うん、ここが昔はわからん、なんか、そうやな、めっちゃ壁殴るとかさ、わからんけど、なんかそういう違う方法でで歴史があって、今この3つやねんけど、うん、この3つが、この3つはどれかしかやってなかった、その時その時で、うん、今日はじゃ爪、うん、今日はじゃ壁殴るみたいな、うん、でも今回はな、うん、その右手でバター食いながら、うん、左手で右足の爪ちぎりながら、それビリちゃんが見てるっていうのあったな、へぇ、なんでそんなことなんの、はい、いやもうこれ俺も人生で初めてやった、そのすごい日やった、しかもそれはなんか長いし、なんやったらそのなんやろうな、ああ乗り越えれてもないし別に、その、あのまだあのあれやで、毎日バター食ってるとかじゃないけど、なんかやっぱ、もういややっぱあれおかしいよなみたいな、何何のこと、これはもうどれ、どれよ、いやどれというか、まあまあそのな、まあ二人にはちょっと言ったやんか、あれそれでか、まあそれ二人には言うやん、それ、ああまあまあ、いやとかな、例えばとかがちょっと最近はでもうまくコントロールできてる、いやいけてるのかなそれ、いやいけてるいけてる、いやいやあかん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 、もう回ってるよ回ってるって、いやいやあかんことあかんことないね、してんのそれいやもういいの、終わったん、あまだ終わってん、いやだから面白い話とかもしたい、いやいや難
かしいでしょ。別日でやろうぜ。いやいや、なんかこのままやってたら、なんかキモいやん、なんか。あのね、オレンジジュースをね、買ってね飲むことがあったんですけど、この間、なんかその日ずっと頭の中で忍たま乱太郎の勇気 100%、 そうさ 100% 勇気ってやつ、あれが頭から離れんくて、なぜか、で、で買ってオレンジジュースなんだら果汁 100% って書いてさ、ほんまやねこれ。いやいや、そういうことじゃなくて疑ってるわけじゃなくて、あかんって、そんなん何やってんのやねん。じゃあかん、やめろやめろ、あかんってなんやねん。あかんよ、こんなんじゃ。あかんってなんやねん。様子おかしいですよ。ええー、ほんまにおかしいやねん。休んだ方がいいって言うか。そうやな、ほんま、危険っす。あええー、な、へええ、俺休んだ方がええかな。おい、ほんま。いいな。いやいや、休んだらって言ってほしいやつね、今のコント。ちゃうで。はい、お前今、はい、いやそれ、はい、茶髪やな今。まあ。やけど、あれや、金髪に一回ロケでして、抜いて、でもこの根元は今、黒や。黒です。で、はい、周りが茶色や。はい、今、はい。いや、お前それ。お前、お好み焼きか、お前。まあお好み焼きか、それ。そうやろ。決定ダメやって、それは。重症や。これじゃあ何やん、重症って。どういうこと。じゃこれダメですよ、もう病んでるって。もこれは、俺病んでんのかな。俺、自分では気づかんかった。俺って病んでんのかな。うわー、そうなん。でもお前らが言ったらそうなんやろな。そうなん。いや、そんなつもりないねんけどな。でも確かにちょっと最近なんかしんどい。これでもな、やっぱなんか休むってなんかいい、いや言いづらい、なんかな、しにくいやん。言った方がいい。やっぱり、いや、やっぱり言った方がいいかな。どんな形で、どうやって休む、なんかどんなぐらいの期間、どれだけは残して、なんかな。治るまで、そうか、治るかな。俺自信ない。だって病んでるっていうね、もう二人が。俺は全然そんなことないねんけど。ストレスないような働き方というか。ストレスないような働き方？はい。そんなあるわけないやん！やばい、やばい、関係もう。ごめん、やめ、それやめって。それあかん、もう4つ目、5つ目の出たし。これ、こっちの時間。うわー、なに、どうしたん。ドルーベン。
え、それぐらいで。ゴッドタレントいけるかな。いいやろ。すごいや。日本あるや。いや、そのお前、服その色、え上深緑で、下もちょっと緑っぽい服、うんうん、いや、2つお前、カメレオンか、お前。ああ、もう全然やん。きつ全然やん、それ。え全然じゃない。調子良くないっすよね。なんで？いや、結構やっぱそうか。早いってだから。そうなんかな。いや、もうさすがに休んだ方がいいんじゃないですか、だから。マジで？だから早いやんって、それ。マジで？え、なんなん？な。その方がええんかな。え、働きすぎってこと？まあまあまあ、そうじゃないですか。だいぶ働いてます、うん、マジで？はい。そうなんや。どうした手こうやって。あ、いい。なになに？そうなんだ、お前こうやって手、お前審判やん、野球の。聞いてられへん。聞いてられへん。何聞いてられへんって。いや、もう疲れてるスタイル。疲れてんのかな、俺。そんな疲れてないけどな。休んでいきましょう。いっぱい。マジで。うせやん。リフレッシュでどっか行ったりとかしましょう。ああ、リフレッシュでな。ほんまやな。なんか謎かけとか振ってや、なんか即興でやるわ、お題、なんか調子悪いみたいだから、ちょっと取り戻したい。じゃあ何でもいいよ。何でもいいですか、うん、じゃあ太陽とか。太陽、はい、太陽か。はい、太陽とかけまして。はいはいはい、オッケー。はい、ミキのお兄ちゃんと解きます。どちらも構成でしょう。おお、これはいいんちゃう。いいか。結構まずい、まあ、スピードでやれかな。いや、結構すごい。あります、ね、え、なん、いや、あ、じゃあお題ちょうだいな。何、なんか何今のどっちかわからん感じ、もしかして。もう一回試してみるじゃん。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、友達ちょうだい。なんか。じゃあ、なるほど。なんでもいいよ。薄型テレビみたいなのいきますか。はい、薄型テレビとかけまして。はい。はいはいはい、はい、はい。心霊を茶化したバラエティ番組と解きます。おう、その心は。どちらも、音量が大切でしょう。え、ん、いや、あの速度で、これはいいんや。休まんでいいか。謎かけだけ絶好調。うん。謎かけ好きやねんな、この人。昔から。錆びてない。うん。あ、振って、謎かけ。で、あの、じゃあ、なんでもいいよ。じゃあ、マイク。はい、はい、マイクとかけまして、プリンと解きます。なるほど。はい、どちらも、歌うでしょう。うわ、考えな、分からへん。これはあか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 ん。いや、もうなんかもうはっきりさせちゃう、次ので。自分なんかよう分からへん。炭酸水みたいなのいきますか。炭酸水、もう今、ほんまによう分かってないやん。はい、ほんまに分かってないな。どっちで、あ、じゃあもうこれではっきりだぞ。炭酸水、はい、じゃあ分かった、炭酸水とかけまして、はい、そうやな、水、お、あ、じゃあいったろか。ここにあるから、え、綾鷹と解きます。炭酸水、どちらも喉を通るでしょう。
やめろ。というわけで、全部嘘です。あしょー。粗品のロケハイ、こんにちは、めっちゃ、こんにちは。はい、こんにちは、めっちゃ。